エッセイ会の近藤です。議長のお許しを得まして、通告書に従いまして、5問質問さ、してさせていただきます。まずはじめに、会計年度任用職員制度についてお伺いいたします。令和2年4月から会計年度任用職員制度が導入されました。地方行政の重要な担い手となっている臨時嘱託職員の適正な任用勤務条件を確保するため、地方公務員法及び地方自治法が改正され、会計年度任用職員として制度化されました。会計年度任用職員は臨時嘱託職員ではなく一般職となり、地方公務員法が適用されています。当初の触れ込みは1年有期雇用もでもフルタイムなら正職員並みの報酬が支払われる、パートタイムでも報酬は従来通り賞与も上乗せで支給されるということでした。臨時職員にとっては報酬の上乗せはあったかもしれませんが、嘱託職員にとっては従来より減少したという人、聞いております。均等待遇の基本である同一労働同一賃金の原則が適用されないため、7時間15分の契約にしておけば正職員並みの仕事でもパート扱いとなり、報酬は従来通り低賃金であるというふうに聞いております。そこでお聞きいたします。一つ目、正職員と会計年度任用職員の令和元年度から人数と比率を伺います。また令和2年度以降、会計年度任用職員が何人退職され、何人採用されていますか。合わせて人件費の比率もお伺いいたします。二つ目、会計年度任用職員の就業に関する、規則はあるのでしょうか。業務内容、任用期間、就業時間など各部署での明確に示されて、いますか。また厳しいルールだけが地方公務員法適用となっているの、いるのではないでしょうか。三つ目、勤続可能年数が不明確であると聞いております。先日、一部の職員において、68歳定年が提示されたようですが、これは、職員全員に適用されて、いるのか、お伺いします。三ツ矢総務課長。会計年度任用職員制度についてお答えします。正職員と会計年度任用職員の人数と比率について申し上げます。令和元年度の正職員数は279人で、正職員に占める比率は、全職員に占める比率は 56.4%、会計年度任用職員制度の以前の嘱託職員、臨時職員の数は216人で、43.6% となっています。令和2年度の正職員数は277人で、全職員に占める比率は 59.2%、会計年度任用職員数は191人で 40.8% となっています。令和3年度の正職員数は266人で 58.7%、会計年度任用職員数は187人で 41.3% となっています。
また会計年度任用職員制度へ移行した令和2年4月から現在までにおいて40人の会計年度任用職員が退職し、39人が新たに採用されております。退職者数の中には新型コロナワクチンの集団接種業務の終了によるものや職員の欠員対応を目的とした一会計年度内における短期間での任用など自己都合によらない理由によるものが大半となっています。令和3年度当初予算における人件費総額に占める正職員人件費の比率は 84.2%、 会計年度任用職員にかかる人件費の比率は 15.8% となっています。なお正職員の人数や人件費には再任用職員を含めております。次に会計年度任用職員の就業に関する規則については、会計年度任用職員制度への移行に合わせ勝山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則を新たに制定しています。制度の運用については、勝山市会計年度任用職員事務取扱要項により、身分や任用、任期、服務、兼務等の必要な事項を定め、人事管理の適正化を図っています。また、会計年度任用職員として任用される際には、任用期間や従事すべき業務の内容、勤務時間及び休憩の時間、報酬及び手当等を明示した勤務条件通知書を作成し、勤務先の所属長から本人に対し、事例とともに渡しております。勝山市では、会計年度任用職員の任用は、1日7時間15分勤務のパートタイムでの勤務形態で募集し、採用しています。勤続可能年齢につきましては、少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少していく中で、必要な行政サービスを安定的に提供するためには、能力と意欲のある高齢期の会計年度任用職員が継続的に業務を担っていただくことが必要と考えます。また、来年度からすべての会計年度任用職員の勤続可能年齢を68歳まで引き上げを検討をしております。近藤議員。今ほどお聞きしました、人数比、人件比率ですけど、これというのは、妥当なのか。どういうことで、決められて基準を決めているのかというのを、ちょっと後でお聞きまたします。それと今の持続可能年齢ですけど、これは今来年度、の人はもうこれにかかる人はすべて68までということですね。で、今後の人もすべて68になるということでよろしいんですね。はい。あとですね、職種によって、嘱託職員時代、元年度前ですけど、手当がついていたっていう話も聞くんですね。それが、会計年度任用職員制度に変わってから、手当の代わりに、ボーナスかなんかでつけるっていうような話をされているっていう話も聞いてるんですが、そういった仕事の内容、量は変わっていないのに手当がなくなったっていうふうに聞いております。それも、どうなっているのかお伺いします。あと長期間、同じ部署で、採用されて、いる。職員もいるようですが、そのあたりは例えば他の人でも私はここにいたいということであれば、そういうふうにできるのかできないのか、その辺も、後ほどお伺いします。あとですね、
今現在ですけど、調理員ですね、5人の、採用を募集しておられましたが、最終的に、3名しかいなかったんではないかなと思う、今からまた募集されるのかどうか、その辺を、お聞きしたいと思います。あと、正職員を含めて、お聞きするんですが、時間外の手当は正当に支払われているのか、定時間以上は暗黙の了解でつけないというふうになっているのではないかというふうなことをちょっと感じます。例えば夜でもね、遅い時間まで庁舎が電気ついてると、僕らは何をしてるかは知りませんよ。そんなことが普通ならありえないんじゃないかなと思うんですが、そういったことを暗黙の了解でね、もう例えば2時間内、2時間以上はつけるなとかね、そういうことをやらしているのかいないのか、その辺もお伺いします。以上、総務課三ツ谷総務課長。再質問についてお答えいたします。いくつかご質問いただきました。一つ目が、会計年度任用職員を配置する上での正職員との人数の比率について妥当かどうかということですが、これについては人数比率を特に最初から決めているわけではなくて、それを考慮をしているということはございませんが、それぞれの条例で定められた給料、手当、報酬を支払っていますので、今、これは妥当と考えております。それから次に、退職理由、会計年度任用職員の退職理由についてお聞きされたと思いますが、この自己都合での、この場合は自己都合での退職のほか、病気や怪我によるもの、家族状況に合わせて働き方を変えたいといった理由がございます。次の質問で、会計年度任用職員の手当の件でございますが、会計年度任用職員に移行する前、嘱託職員に一部の職種で、平日や夜間、土日勤務を行わければならないような嘱託職員に対して、時間外勤務に相当する時間を積算して、手当として支給をしておりました。それが今回、会計年度任用職員ということで、それは基本的にはパートタイムで任用という形態ですので、残業を命じることはありませんが、今のところはその職種については、時間外が発生した場合、時間外勤務手当を支払っておりまして、法的に実際に時間外勤務を行った場合には、対象職員には報酬を支払っております。次にいただいた質問で、長い間勤務している会計年度任用職員の件ですが、職場で培った豊富な知識や経験を最大限に生かしてもらうことから、長期間同じ部署で任用されている会計年度任用職員もおります。ただ、今後は組織の活性化を促進する観点から、配置転換についても検討しております。次に、給食調理員の採用についてですが、給食調理業務に従事する正職員が定年退職等により、今、欠員が生じる予定でおります。それで、小学校の調理員が欠員状態になることから、5名程度の調理員を募集いたしました。で、その結果、申し込み人数は3名、で採用者も3名決定をしております。で、その不足する人数については、追加募集により対応いたします。正職員の時間外勤務につきましてでございますが、時間外勤務を命じられた職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務した時間について、適正に手当を支給しております。職員の心身にわたる健康の保持増進のため、
労働基準法で定める原則月45時間、年間360時間の上限時間を遵守すべく、全庁的に長時間労働の是正に取り組んでまいります。近藤議員。はい、ありがとうございました。ですね、この結構やっぱり会計年度任職員といいますと、まあ、普通のやっぱり嘱託職員といいますか、臨時職員というふうなイメージがやっぱり強いんですね。これと、やっぱり今、調理員ですか、でも、募集見てみますと、まあね、一月の給料出てましたわ。まあこれどこと比べていいか私もちょっと分かりませんけど、新入職員ですね、新人のよりも低いんやね、どう見ても1万円ぐらい低かったんですかね。あと、まあ、こんな例をまた持ってくるのはおかしいですけど、海外の実習生ね、よりも低いかな、同じぐらいかな、まあ、そんなもんなんですよね。そういったことをやっぱりちょっと考えてもらわないと、先ほど調理員が集まってこない、まあ、まだ期間ありますけど、集まる前、その前に辞めていくのが問題なんですよ。まだ期間を残している人ばっかりなんですね、これ多分。3年目です、来年3年目ですから、ことまだ働けるんですけど、やっぱり魅力がないから辞めていくんですよね。で、やっぱりちょっと聞いてみますと、以前も30代ぐらいの方が何人かおられたけど、結局、ここにいても、勝山でいても、魅力がないということで、よその、調理員として、今現在勤めていると、正職員となって勤めているというふうに、聞いています。で、やっぱり若い人が、新たに、やっぱり会計年度職員となって、魅力を、希望を持って、意欲を持って採用されたにもかかわらず、数年経って、やっぱり報われないっていうふうに悟って辞めていくことがないように、やはりまあ、これ、いい人って言うとあれですけど、やっぱりそういう人は、フルタイムなり、それを次は家庭として、正職員の道をつけることができないのか、その辺をお伺いします。三谷総務課長。会計年度任用職員 の正職員への任用ということについてお答えいたします。正職員は原則競争試験により採用することになりますので、会計年度任用職員が正職員に自動的に移行することはありません。で、まあ、応募要領、まあ、正職員の応募、募集要領によれば、それに合うことがあれば、職員の採用試験を受けることが可能です。また、会計年度任用職員は、まあ、今のところ勝山市においてはパートタイム勤務条件になっているため、フルタイムでの採用は予定していません。ということで、基本的に正職員への、まあ、自動的に移行はできませんが、その、まあ、今、技能労務職については、勝山市の方針では新たに採用は今、実施をしておりませんが、まあ、それ以外の職については、例えば年齢が、おととしぐらいに、就職氷河期などで、引き上げた場合には、会計年度職員の方が受験をされた場合も
ありまして、そういった場合には受験をされて合格すれば正職員になることは可能だと思います。近藤議員。はい、まあ、どちらにしろですね、やっぱり働く側とすれば、まあ、同じ仕事をしていて、なんでこんだけ差があるんだろうと、やっぱ思います、まあ、それは上限だから仕方はないんですが、まあ、そういったことを、まあ、今後やっぱり、どう改善していくかというのは、やっぱり市長、いろいろ考えていただいて、まあ、魅力のある市を作ろうと思ったら、そこら辺もやっぱ考えていかなあかんのかなというふうに思います。まあ、次のところもちょっとよく似てるんですけど、まあ、次に行政組織機構の改編について、市は、令和4年、4月に予定している、機構改革案の概要を発表いたしました。人口減少や社会情勢の変化に対応するため、組織機構改革による組織のスリム化を図り、教育委員会事務局所管の業務の一部を市長部局へ移管し、縦割り行政をなくすとともに、市民サービスの向上を目的に、課の統合を図るとしています。これは定例会において条例案を上程しています。私もこの案には賛成です。まあ、組織のスリム化によって組織体系がピラミッド型になり、命令系統もしっかりし、加えて横の連携を保つことは大変良いことだと思います。まあ、そこで今回ちょっとそういった状況になる中、人のメンタルの面について お聞きいたします。ここ3年間でメンタルに、問題を抱えている、正職員、会計年度職員は、何人ほどいるのですか。また各年度で何人復帰して、新たに何人そのような症状を訴えているのでしょうか。機構改革案の中にはそのような案件を十分考慮しているのかお伺いします。2つ目、今回の機構改革案では組織のスリム化、ピラミッド型を想定していますが、それにより下部組織が大きくなり、課長補佐、課長の負担が増えてくると思います。仕事の効率化と市民サービスの向上を考え、さらに組織内の職員の調和と楽しく、働きやすい環境を作り出せるような上司の方にはお願いしたいと思いますが、どのように考えておられるのかお伺いします。3つ目、機構改革案の改編により、公民館をすべてコミュニティセンターに改称し、地域主体のコミュニティ活動などに取り組むとしています。北谷地区に続き、野向地区も来年度から指定管理者制度を導入し、コミュニティセンター化にする予定となっています。残り8区の公民館は仮称まちづくり会館として、従来通り行政が運営を担うとしています。今回4つのポイントを挙げています。1つ、障害学習業務は引き続き実施する。2つ、市長部局の出先機関として、地域自治機能、一部支所機能、防災機能など併せ持ち、幅広い行政事務に取り組む。3つ目、地区でよりよく活用するよう、令和4年度から
半年かけて各地区でまちづくり会館のあり方を話し合っていただく、まあ、これさっき話ありましたけど、4つ目、運営主体は市直営とし、要望がある地域のみ指定管理者制度の導入について検討協議をしてもらう。これは明らかに仕事量が増え、現人員現報酬では先が見えています。改善するお気持ちがあるのかお伺いいたします。また、4項目目につきましては、案に将来指定管理者制度を導入し、市から切り離す手段ではないかと、思いますが、その辺をお伺いいたします。水上市長。行政組織機構の改編についてのお尋ねにお答えをいたします。何らかの理由で1ヶ月以上病気等により休暇を取得している正職員は、令和元年度で7人、2年度で8人、3年度では5人、会計年度任用職員は元年度に1人でした。そのうち新たに休暇を取得したものは元年度で6人、2年度5人、令和3年度では2人です。また復職者は令和元年度に2人、2年度に4人、3年度に2人という状況になっています。機構改革におけるメンタルヘルスの問題への対応については、配置職員数や配属先を考慮し、しっかり対応してまいりたいと思います。またメンタル面での不調は仕事によるものだけではなく、人間関係や家庭の事情などさまざまな複合的な理由がございます。市としては職員自らが不調に気づいてもらえるようストレスチェックを行い、職場内での声かけ、心の健康相談など早期発見に努めるとともに、特定の職員に過重に業務が集中しないよう時間外勤務の削減に取り組んでまいります。今回の機構改革では18課を12課に統合することで組織のスリム化を図ります。令和2年度の機構改革により部制を廃止し、課長補佐係長制度を導入し、職務職階制の明確化を進めておりますが、今回の改革と合わせまして組織としてより分かりやすい、健全な状態に近づいていると考えています。課の統合に伴い課長1人当たりの業務範囲は増えます。その対応として政策官級の兼務課長兼務を減らすとともに、各課に課長補佐を複数人配置する、もちろん小さい課では、その辺は柔軟になりますが、そういったことをすることで課長級あるいは課長補佐級職員の負荷の軽減を図ってまいります。また働きやすい職場環境を作り出せるよう、職員互助会などと協力しながら職場のコミュニケーションを図ってまいりたいと思います。次に、今回の機構改革により社会教育施設としての公民館を公の施設としての仮称まちづくり会館に変更、幅広い行政事務と地域が主体となったコミュニティ活動を推進したいと考えています。これまで公民館は社会教育法に基づく社会教育施設として、社会教育などを行う施設と位置づけられてきました。このため社会教育などを社会教育法に定める業務以外のことは公民館の本来の業務ではないため、業務に一定の線引きがあったのも事実です。仮称まちづくり会館となった後は、区長会の事務局、一時避難所、地域福祉、高齢者福祉など、こういったものにつきまして4月以降まちづくり会館の本来の業務として実施してまいります。位置づけは大きく変わりますが、実質的な仕事量が4月の時点で大きく増えることはございません。また機構改革の中で、これまでは各公民館ごとに実施してきた家庭教育学級などの社会教育業務を
未来創造課等に移し、市内全域を対象区域とすることで、今、人権、あるいは男女共同参画、こういった事業と一体的に進めてまいりたいと思っています。結果的に、まちづくり会館職員の業務の削減にもつながると考えています。それからですね、指定管理者施設となります北谷町コミュニティセンターおよび、今後になりますが、野向町コミュニティセンター以外の8地区、このまちづくり会館は引き続き市直営で運営を行います。今後も指定管理者への制度を働きかけることは一切ございません。全く、最後、この時におっしゃったようなことは、うちは全く想定していません。市直営でまちづくり会館で運営を考えてまいりたいと思います。しかしながらですね、野向北谷のようにですね、地域で特産品を開発して、建物の中でそういったものをどんどん、作って営業したり、販売をしたりとか、こういうふうな感覚になりますと、なかなかいくらこの公の、まちづくり会館とはいえどもですね、公の施設の限界、市直営の限界というのが出てまいりますので、もしそういうふうなことがあれば、またいろいろご相談になろうかと思いますが、今、地域の現状を見ますと、そういったことを想定しているわけではありませんし、そのために今、こういったことを考えているわけではございませんので、そこはしっかりとご理解いただけたらと思います。近藤議員。ありがとうございました。市長、そう言われますけど、やっぱり私はどう見ても20%、30%ぐらい仕事増えていくんではないかなと、これとやっぱり時間のことも結構、市長の方から話出てたと思うんです、公民館でね、そういったこともありますから、そこの辺はやはりしっかり今の職員官庁さんや主事の意見を聞きながらお願いしたいなと、私というのは上限の話ですよ、人と、待遇とかという話もきちっと相談に乗ってほしいなというふうに思っております。それと メンタルの件ですけど、今やはり組織、ホテル移動、仕事量、いろいろ変わるんですが、先ほど課長補佐クラスを増やすというような話もありますが、その肝心の、課長補佐級の人がメントリーに弱いというふうなことにはならないように、今 の, ここにおられる課長はそんなことは全然ない、メンタルの強い人ばっかりなんで、メンタルの強いっていう話ですと、ちょっと見ましたら、私生活を楽しく楽しんでいる人、自分の意見を言える人、八方美人ではない人、休み方が上手な人、人を頼れる人、頼る人でね、そういった人が、最適、メンタルに強いというふうに、言われてます。皆さん、ああ、なるほどなというふうに私いつも今回思いました。そういったことはあれですけど、どうか職員をそういうふうにメンタルを強くした集団にするということは、やっぱり職員そのものはやっぱり楽しく仕事ができるんで、それは何かというと、やっぱり市民にサービスが向上していくというふうにつながってきますので、よろしくお願いします。次にですね、デジタルトランスフォーメーションの推進について、お伺いします。これも再々話出てると思います。デジタル技術の活用による生活や仕事の向上を目指す県のデラックス推進本部の第2回会合が11月1日に開かれました。本年度に
庁舎で取り組んだ定型業務の自動化により、4月以降、4000時間を超える業務時間の削減につながったと報告されました。定型作業の自動化では、調査アンケートの集計や、財務計算、メール配信、証書交付などの業務の効率化がされたそうです。今後、除雪状況の公開やマイナンバー利用の行政手続きのオンライン化、LINE などの活用した災害情報の収集などを進めるとしています。そこでお聞きします。勝山市においては、デラックス効果としたら、今現在、どのような効果、業務削減になっているのかお伺いします。今年1月より、DX 推進による市民サービスの向上、DX 推進による持続可能な市役所組織の改革などを目的として、若手中堅職員が中心となって、プロジェクト令和の市役所改革がスタートしましたが、その後の状況をお伺いします。小沢副市長。私から DX について、DX の推進についてお答えをいたします。ちょっとご質問の一人の前にですね、昨今行政の DX の効果で、語られておりますのはですね、やっぱり一番大きいのは RPA の効果、提携業務の自動化ってさっき議員さん言われたやつですけれども、結局、ここはプログラミングをせずにですね、ボットができるというようなことで、もてはやされて、取り組みがなされておりますがですね、おりますが、実はやっぱりこういったデジタルの最強の能力は、一度に大量のデータを処理できるというところでございまして、そういった観点からいきますとですね、やっぱり勝山市のような小規模な人口の自治体はですね、なかなか効果が出にくいと。当然やっていないわけではありませんが、実は何百時間削減しましたとかですね、そういった表現はなかなか今のところは取り切れていないというのが実は現状でございます。変な話ですけど、1件処理するのも5000件処理するのも、実はインターフェースで作る作業っていうのは同じ工程が必要ですので、全体とするとうちの役所の場合は実はちょっと業務時間が増えてしまったり、電算のところはですね、出口のところは時間外が当然減るんですが、そういったこともございますので、やっぱり勝山市のようなこんな小規模自治体、ここはですね、今、国が去年から5カ年計画で、全国自治体の情報システムの標準化といったことを進めています。これは簡単に言うと、勝山市のような2、3万人の人口、5万人ぐらいは多分想定されていると思いますが、そういったところがですね、同じシステムを使えるというのが、国の予定ですと、2025年ぐらいには供与開始できるって話ですので、そこがですね、多分小規模自治体のこの DX のビッグスタートになるかなというふうには考えてはおります。と言いましてもですね、当然国が目指しているのを待っていたのでは、全然市民サービスの向上にはつながらないというところで、当然昨年のですね、12月には福井嶺北連携中枢都市圏事業というところで、RPA の実証実験を行いまして、その成果をもとに、ワクチン接種の予約受付にかかる定例業務を自動化するといったことで、出口ベースでは作業の時間短縮を図っているということも行ってはおります。で、それ以外にもですね、RPA 以外でも実は一個一個できるところから取り組んでいるという状況でございます。例えば昨年、全国民に支給をいたしました定額の特別給付金、あれなんかもですね、大体全国的には1ヶ月から数ヶ月システム改修にかかるというような話があったんですが、うちはですね、逆にこの対象人口の少なさを利得というふうに捉えまして、受付のシステムを市職員で制作することで、あれだけ早く、多分県内でもですね、トップクラスで給付が完了したものというふうに思っております。
他にも町内にテレビ会議システム、これを導入いたしまして、昨年6月以降はですね、ほぼ、まあ、例えば市長なんかも、私なんかも県外出張をほぼせずにですね、すべてリモートで、感染拡大の防止にも当然つながっていると、それとまた移動時間も極端に減っておりますので、そういった効果もあるのかなというふうには思ってございます。あともう一つ、毎月2回お知らせをしております勝山市の広報でございますが、これなんかもですね、ここはちょっとまあ職員の残業時間は若干増えることにはなるかもしれませんが、やっぱりそのギリギリまで最新のデータを広報に載せたいという市長の強い意向なんかもございまして、職員がですね、入稿データを自らソフトで作って印刷に持ち込むというような作業も行っております。あとはですね、ご承知のようにワクチン接種の予約、この時にですね、電話の受付以外に LINE での予約を行いました。このこともですね、市民から一定の評価を得たものというふうには考えてございます。以上、さまざまな挑戦を行いまして、定型業務の自動化、業務の削減、効率化、少しずつとはいえですね、着実に進んでいるものというふうには考えてございます。今後も変化する環境に素早く対応できますように、職員自らの意識改革を含め、継続的改善を実行してまいりたいというふうに考えております。特にですね、あともう一つ、新年度に向けまして、これは市長からの指示もございまして、私どもがいつも持っておりますこう身近にあるものでですね、一番こう高機能の電子機器と言われるものはやっぱりスマートフォンかなというふうに考えております。でこのスマートフォンとですね、例えばマイナンバーカードですとかいろんなアプリを活用してですね、市民の利便性の向上を図れる方法がないかということで、今新年度に向けまして研究をしているというところでございます。次に市役所の改革というところでございますが、令和の市役所改革というものの進捗状況についてお答えをいたしたいと思います。一応この改革は4年間を実施期間として取り組んでいることでございます、ものでございます。タスクフォースは今年度12チームが立ち上がりまして、延べ62人が51回の会議を行いまして協議検討を進めております。提案の中でですね、すぐ実現できるものとか、少し調整に時間を要するものとか、いろいろこうございますが、新年度に向けまして、タスクフォースによる協議検討は引き続き、行っているという状況でございます。この冬からですね、早速取り組む施策もございます。もうご紹介をさせていただいていると思いますが、市職員によります地域貢献活動としての普及を認めるということで、あなたの屋根行き下ろしたいというものが結成されております。ここら辺はですね、この冬の人手不足のですね、解消、まあ、わずかながらかもしれませんが、一助になるというふうに考えております。今後も若手職員のチャレンジを積極的に後押しいたしまして、失敗を恐れないチャレンジに寛容な組織風土づくりに心がけてまいりたいというふうに考えております。近藤議員。的確な、スピーディーなお答えありがとうございました。その通り、今後、DX 事業を、推進していただきたい。で、最後に言われましたけど、若手ですね、その意見、また後押しするということをよろしくお願いします。聞いて歩きますんで、お願いします。次にマイナンバーカードの普及推進についてお伺いします。このことについては再三、取り上げていますが、ちょうど1年前、令和2年12月定例会一般質問で私が質問した時の普及率は、23.81% でした。本年、前回の9月定例会一般質問において、私ども市政会の丸山議員の質問に対しては 45.58% との答弁でした。ワクチン集団接種会場、企業出張、交付サービス、市民税務課での夜間サービス、さらには、住宅出張交付サービスなど、
大変な努力をされていますが、現在の状況をお伺いします。マイナンバーカードの取得が 50% を超えることにより、来年度には住民票、印鑑登録証明書など、コンビニ交付サービスの導入、窓口申請サービスの軽減が可能になるのでしょうか。政府はマイナンバーカードを国と地方のデジタル基盤として、国民の利便性向上につなげなければならないとしていますが、マイナンバーカードの普及率は依然低調です。総務省によると、昨年同月比は、2倍近く増えたものの、10月、1日時点で 38% にとどまっています。普及が進まないのは、行政手続きのデジタル化が進んでいないため、カードを持っていても国民が、利便さを感じさせ、実感できる場面が少ないということだそうです。そんな中、10月20日から健康保険証として使えるマイナ保険証の本格運用が始まりましたが、勝山市においては、現状、福井勝山病院ののみ利用できると聞いていますが、他の医療機関や薬局はどのような状況になっているのかお伺いします。畑中市民税務課長。マイナンバーカードの普及推進についてお答えします。11月28日現在、当市のマイナンバーカードの普及率は 48.88% であり、この数値は全国平均の 39.80% を超え、市内9市でトップの普及率となっております。市ではさらなる普及率向上を目指し、出張サービス等に加え、今後、進学や就職に伴い、県外や社会等へ出られることが見込まれます高校生へのマイナンバーカードの取得を促進するため、勝山高校と連携をした出張受付などを実施し、普及に努めているところでございます。また、国が最大2万円分のマイナポイントを付与する経済対策を発表したことから、現在、窓口でのマイナンバーカードの申請や問い合わせも増加をしている状況でございます。市では、本年度目標といたしまして、カード普及率 50% を目指していますが、勝山市民の半数以上の方、それ以上の方がマイナンバーカードを持つことで、活用面でのその効果が期待できる状況となりつつあると認識をしております。これを受けて、市では来年度に向けて、マイナンバーカードを活用したサービスといたしまして、コンビニ交付サービス、窓口での各種申請書作成支援システムの導入、そしてスマホやパソコンなどから自宅にいながらオンラインで各種証明書の発行申請を行えるサービスなどの導入を予定しております。これにより、これまで市役所へ来庁する必要があったり、郵送で行っていました手続きの一部がより容易に行えるようになり、市民の皆様の利便性が向上するものと期待をしております。まずは手続きや申請が多い市民窓口での活用を優先的に行いますが、それらの状況や市民のニーズなどを取り入れながら、将来的には町内の他分野での利用を図り、マイナンバーカードを持つことで市役所窓口を訪問する必要がないような暮らしの実現を目指してまいりたいと考えております。最後に、市内医療機関における
マイナンバーカードの保険所利用の対応状況につきましては、現在のところ、福井勝山総合病院のみの運用でございます。しかしながら、市内の医療機関等に導入の有無について問い合わせをいたしましたところ、ネットワークへの接続等の準備が整った医療機関から順次運用が開始されるとお聞きをしております。近藤議員。マイナンバーの普及については、先月、11月7日ですか、北郷の文化祭、北郷町の文化祭がありまして、まあ、そこでも、市民税務課の職員が出てこられて、申請サービスをやっておられたんですね。で私もたまたま父親、母親が91、90という年で、まあ、もう邪魔くさいで行くのやめとくかななんて思ってたんですが、そこでちょっと相談したら、まあ、ここに、話、言われた通り、なら家まで行きますよということで、まあ、後日、夕方ですけど、来ていただいて、写真撮っていただいて、おいで。申請していただいたっていうふうなことがありました。本当に、あ、これは助かるなっていうふうに思いました。で、私もちょっと話は聞いてたんですが、あんまり そこまでは思わなかったんですけど、で、聞いたらやっぱり10月の広報になってたっていうんでね。で、私、帰って10月見たんですけど、よく見たらプラスやね。2ページ目か3ページ目に5センチ角のこんなちっちゃい記事がちょっと載ってた程度ね。もうちょっとアピールしてもらうと、これいいかなと思います。まあそういったことで今、勝山高校の市長サービスもされるということで、まあ、どんどん普及していただいて、お願いしたいなというふうに思います。あと、まあ、ナンバー、まマイナンバーカードを作ることによって2万円のね、付与を作るということ、まあ、来年、いつごろ作るのかよく分かりませんけど、ただ、公的給付金の受け取りのね、これはちょっとあんまりお勧めできるかできないか分かりませんが、保険証の紐付けは、これはぜひとももっと分かりやすく PR してやっていただくと、私いいんかなと思います。まあ私ももう65になりましたね。で病院とかね、歯医者とか、あと薬局、いろんなところやっぱ通うとお薬手帳とかいろいろもらうんですね。それが全ていらないっていうような状況になるみたいなんで、マイナ保険証1枚で全部把握できるっていうことをお聞きしました。まあそういったこともちょっと今後ですね、PR していただきたいなというふうに思います。あと最後、勝山高校の今後について、お伺いします。令和4年度より、勝山高校に待望の、探究特進化ができます。探究特進化設置については、平成30年3月の定例会一般質問より幾度か、要望してきました。探究力、思考力、表現力など幅広い、育成を目的とした探究化コースが新設され、今後、普通科系 高校としてどのように、学校の魅力を高めていくのか、期待は大きいと思います。県教委は、勝山、碓井、武生東、丸岡、阿諏訪高校の普通科系5高校に新学科コースを設置します。
勝山高校と碓井高校は探究特進科を一クラス設置し、授業スピードを早めて、3年時には受験対策を強化する県内大学などの協力を受け、より高いレベルの課題研究に取り組むとしています。勝山高校は AI 教材を導入し、生徒個人に合った学習を進める。碓井高校は前期後期で異なる科目を履修できるよう2学期制に移行する。3、武生東高校は普通科と国際科を学際フロンティア科に一本化し、国際教育に加え理数教育に力を入れる。2年時には理数探究、地域探究、海外留学進学の3コースに分かれる予定で、海外大学への進学を視野に、分離横断的な学習を行う。4、丸岡高校は普通科に未来競争と、スポーツ探究の2コースを設置する。未来競争では、課題解決型教育を進め、県立大学と校大接続を強める。スポーツ探究はアスリートだけでなく、トレーニングや栄養管理など、スポーツに関連する分野で活躍できる人材育成を目指す。阿諏訪高校は国際化を多文化共生化とし、日本語教育に特化したコースを新たに設ける。普通科は普通科か、キャリアデザインコースとして、地元企業のインターンを行うキャリア探究専攻をはじめ、スポーツ進学の3専攻を設け、生徒が希望する進路を支援する。このように新学科の新学科の設置により生徒の学びが大きく変わり、地元の期待も大きいと思います。しかし新学科を設置しただけで急に学力が上がるわけではないと思います。この探究特進科の今後、市としてどのように協力していくのかをお伺いします。また今後普通科は他校との差別化をどのように考え、勝山高校の魅力度を高めていくのかお伺いします。梅田教育長、すいません、残り時間1分30秒余りとなってますので、答弁のみで簡潔にお願いいたします。はい、それではできるだけ簡潔に努めますが、勝山高校の今後、特に、まずその探究特進化の内容とかですね、それに、市としての協力の姿勢といいますか、その方向性についてのお尋ねでございます。これまでは勝山高校ではですね、来年度から設置する探究特進科につきまして、中学生やその保護者向けにですね、5回の説明会とか見学会を実施しておりますが、一方で校内ではですね、スクールポリシーというものを策定いたしまして、教育課程の編成等を行って令和4年度からの探究科スタートに備えております。勝高独自のですね、このラボというものを設置して、生徒が自分で決めたテーマを深く掘り下げる、そういったですね、学習を3年間8単位の予定の中でやっていくということですが、その中で勝山の地域資源、こういったものをフィールドワークの場としてですね、地元企業とか大学と連携した学びを展開していくと、そういった活動を進めていきたいとしております。また専門学科だからこそできる数学、英語、理科
そういったあの先取り学習やですね、教科を横断した学習、AI 教材である頭プラスというものをですね、県内初導入、これを予定しているということでございます。まあ、あの教え込む教育からですね、生徒自らが学ぼうとする教育への変換を目指すということでございますが、市としてもですね、積極的にその地元企業等との仲立ちというなどですね、進めていきたいなと思っております。一方、この普通科でございますよね。あの普通科もですね、探究特進科のみに力を入れるのではなくてですね、コンセプト進化、4つの進化というものを設けましてですね、それに基づいて、しっかりと対応していきたいと、まあ、普通科は3クラスでございますけれども、そのうち1クラスは特別進学クラスで、あとの2クラスを進学クラスと伺っておりますけれども、まあ、少人数での授業や多くの選択科目ときめ細やかな対応を行っていくと、それからあの探究科のみならずですね、まあ、全校で探究学習に力を入れていくということ、例えば ICT の活用、こういったものもですね、普通科に導入していくということでございまして、生徒の主体的な学びを引き出していくと、まあ、そういったあの学校としてですね、他の高校との、まあ、いい意味での差別化を図っていきたいと、こういったことでございます。まあ、市といたしましても、そうした魅力向上の取り組みをできるだけの支援協力をしていきたいというふうに考えております。